はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は移籍評価来季予想不倫鹿島編ということで今回やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、まだまだ移籍市場は3月まで開いているんですけれども、まあ、現状ですね、本日が1月5日の、収録日現在でございますけれども、まあ、その時点での移籍の評価と、それに加えた来季予想不倫もやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、こちらメインチャンネルはですね、メインチャンネルの方ではJリーグが浦レッズや九州勢を中心として動画を作っておりますけれども、これからこんな感じで、まあ、来シーズンに向けた話とかやっていこうと思っております。そしてよかったら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。まずこちら。で移籍の評価ポイントというところで、まあ、今回出しております。一応こんな感じで、まあ、移籍の評価を個人的にはしているというところになってきますが、まずは弱点を補う補強ができたかどうか、まあ、昨シーズン、まあ、チームで出た課題というのを、まあ、これクリアできるようなそんな選手の獲得できたかどうかというのが一つポイントにはなってきますね。であと純粋にやっぱこう戦力アップができたかどうかですね。こうたくさんの選手を獲得したんだけども、なんかこうね戦力アップが、できていないんじゃないかとか、なんか抜けた選手の穴を防いだだけで、なんか昨シーズンの比べてこう総合力がアップしたような補強できたかなってクラブ、たまにあるんですけれどもね、まあ、そこもやっぱり評価ポイントとしてはなってきますが、評価 S から D の5段階評価でやっていこうということでやっていきましょう。まずこちら、まず移籍のまとめですね。これが、現在、まあ、加入が決まっている選手と、まあ、対談が発表された選手にはなってきますが、鹿島もだからね、まあ、加入の方がやっぱり多いですね。まあ、新卒選手含めてですけれどもね、新加入選手が多い鹿島にはなっておりますが、まあ、レンタルバックの選手もだから、染野選手とか、柿田選手とかもいるわけでございますけれどもね。でやっぱりこうやって見ていくと J1 の中でも、まあ、移籍市場の勝ち組になっているのはこれ鹿島というところになってきますんで、個人的にはね、まあ、サガン鳥栖もいい補強をしているんですけれど、今のところ鹿島がまあ順位付けするならですけど、まあ、一番補強、いい補強ができているのは僕は鹿島じゃないかなという感じでまあ見てはいるんですけれどもね、まあ、だから純粋にこう戦力アップにまあ成功してますよね。これもちろん三沢選手のまあ移籍とか、まあ、エベラード選手の移籍というのも発表は、ね、されているんだけれども、しかしまあこれ対談した選手と、まあ、新加入した選手を比べてみると、まあ、いや抜けた分の穴を補いつつも、しかしまあ純粋にこれは戦力として、ね、総合力が上がっている感じ、まあ、そんな補強になっておりますよね。であとだから柴崎選手の復帰、これがどうなるか、どうかはですね、まあ、ヨーロッパの移籍市場も現在、まあ、開いているんで、これから、ね、何かしら動きがあるかどうか注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい、そしてこちら、補強評価というところでも個人的には S 評価になるんじゃないですかね。まあ、さっきも言った通り個人的にはね、鹿島の、ね、これ移籍の評価というのは J リーグの中で僕は一番最上位に持ってきているわけでございますんで、まあ、おのずと S 評価にはなってきます。本当勝ち組1位って書いてますね。で、まあ、一応、ポジション別に見ていくとゴールキーパー補強はなかったですね。まあ、アウトもなかった早川選手とか、まあ、沖選手どっちか、ね、移籍するんじゃないかとか個人的には、ね、思っていたんですけど、まあ、コンスンテ、早川、沖選手でこの3人で多分レギュラーを争っている感じになるんじゃないですかね。特に、まあ、早川選手、昨シーズンのシーズン終盤は、出番が増えていた早川選手ですよね。まあ、この選手がどういうふうに、まあ絡んでいくかもちょっと注目にはなってきますよね。で次は課題の、ね、センターバックの補強にも、成功したというところで、まあ、ガンバ大阪から庄司選手ですね、まあ、結構な移籍金払ってこの庄司選手を、獲得をしたという経緯がありますので、そこはやっぱり期待したいところでございますし、もう一人フランスから上田選手も帰ってきているんで、鹿島の DNA を持った選手の復帰というのもやっぱこうチームを勝たせる意味では相当でかいんじゃないかと思っておりますけどもね。まあ、だからこのセンターバック課題でしたね。鹿島の場合昨シーズンはねセンターバックの枚数がそもそも足りていないとかそういう問題もあったんで、そういうところで言うとやっぱ課題のセンターバックの補強にこれ成功したっていうところになってきますよね。まあ、だからサイドバックのところですよね。安西と広瀬、まあ、常本この辺がサイドバックやっぱり中心となっていくでしょうね。で個人的に小田選手にも期待はしているんで、小田選手がねこの左サイドバックのとこ、まあ、絡んでほしい選手になってきますけどもね。であと中盤ね、中盤で言うとやっぱ佐野海舟ですね。ボランチのとこで見ていくと佐野海舟選手が、加入、本当僕が好きな選手、この、ボールワー系の選手ですね。やっと僕が、まあ、J2 の選手の中では注目をしてきた、佐野海舟がこの度鹿島へ移籍というところで、ね、どんだけやっぱ J1 でやれるか相当楽しみですよね。まあ、個人的
にずっと、ね、本当佐野海舟に関しては、J1 で見てみたいというか J1 で通用するとずっと、思っていた選手になってきますので、まあ、こう自分の目が、確かかどうかですね、まあ、ずっと、ね、活躍できると僕もいろんな動画で話してきた中で満を持して、J1 にやってきたんで、まあ、自分のこの評価というかね、この目が、ね、いいかどうかですよね、まあ、何せしかし、まあ、佐野海舟に関して本当トップコンディションでやれるかどうかでしょうね、まあ昨シーズン、ね、腰痛というか、ね、腰痛プラス、ね、オーバートレーニング症候群を発症というところでシーズン後半を棒に振っている佐野海舟でございますんで、これがどんだけ、ね、改善というか、ね、どんだけ良いコンディションで、まあ、シーズンに入ることができるか、もっとキャンプに入ることができるかというところになってきますが、まあ、本来佐野選手が持っている力、それさえ出し切れば十分これは僕は将来的には日本代表とかを狙える逸材になっていくと思うんで、そこも注目でございますし、あとはピットか樋口、ここがだからね、まあ硬いのかな、ボランチのコンビとしては、まあ、多分開幕当初はピットか樋口で行くんでしょうし、もしかしたらこれ433システムとか、まあ、この442システムで一応考えてはいますが、違う形になる可能性もあります。まあ、ピットか樋口、佐野海舟、この3人が同時にピッチに並ぶこともあり得るんで、ちょっと鹿島の中盤、特にボランチのところに関しては組み合わせは相当ロマンがあって、ね、楽しみな人材が揃ってますけどもね。であとはまあサイドハーフとか藤井選手が、加入しましたね。まあ、右サイドハーフでどんだけやることができるか、まあ、ウィングバックっていうね、広島ではなかなか難しい、まあ、攻守にハードワーク、そして、攻守に活躍をしないといけないポジションを任されていて、本当タスクが多いんです、ウィングバックっていうポジションはですけどね。そのまあウィングバックというタスクの多さに結構、後半戦は苦しんでいた藤井選手でございますけどもね。しかしもこれ、鹿島、まあ、442システムであれば、ね、これもしくは433の右ウィングとかで、起用されればその攻撃性というのが相当生きる感じもしますんで、ちょっと注目にはなってきますし、あと松村選手も昨シーズン終盤結構良かったんでね、それこそ松村藤井、この争いは相当注目ですし、で仲間選手も実績のある選手なんで、この右サイドをめぐる争いというのは相当、面白いものがありますんで、で、左サイドハーフに関しては海輝選手、仲間選手、荒木亮太郎が、ここに絡んでくるかどうかですね。まあ荒木をどこで使うか、まあコンディションが良ければね、もちろんこれは、素晴らしい活躍が期待できる選手にはなってきますんで、まあ4-4に、まあ4-5-1のトップ下とかであれば荒木選手がドハマりする可能性もあるんですけども、トップ下オフかどうかでしょうけれどもね、なかなか使い勝手としては難しいかもしれませんが、まあ昨シーズン、シーズンの夏場以降は、ね、上田綺世選手の代わりに海輝選手がね、2トップの一角としてプレーをしておりましたが、しかしまあ海輝選手も基本的にはサイドハーフプレーする時間が長いとか、そこがメインの選手にはなってきますので、おそらく今年は左サイドハーフに、戻すんじゃないかという勝手な予想でございます。本当、勝手な予想では、ございますけれどもね。で左サイドハーフに海輝選手を、戻して、それがだからできたのは2トップフォワードのところですよね。この加入がいいこと言ってますね。まあ知念、川崎フロンターレから知念選手の、獲得にも成功しておりますしね。であとね、昨シーズン夏場に加入して、なかなかだからバイラ監督のまあ、マナ弟子というかね、教え子が、加入ということでエレケ選手でございましたが、そのバイラー監督を、まあ入れ違う形で入ってきたんで、なかなか難しかったと思いますが、ポテンシャルは高そうな感じも、しますんで、知念、エレケ、この辺はやっぱり注目ですし、あとは、ね、長かったですね、レンタルで帰ってきた柿田選手ですね。あの柿田選手に関しては昨年サガン鳥栖にいましたんで、僕もねこのサガン鳥栖の試合は、全試合見てますし、柿田選手ね昨年6ゴール上げているんですね。柿田選手ね昨シーズン6得点、鳥栖で上げているんですけれども、この6得点と僕が目の前で、見ることができたっちゅうね、これ、柿田選手イコール、柿田選手が得点した試合イコール僕が、見に行った試合ということで、まあ、逆に言うと、僕が見に行けば柿田、得点を決めるというところでございますけれどもね。まあそんな柿田選手ね、ちょっとトスにほんと残って欲しかったですけれどもね、まあちゅうことありますが、柿田選手もちょっとやっぱ注目にはなってきますしね、2トップの一角で言うと荒木選手が、まあここに絡めるかどうか、ちょっと2トップの一角として荒木選手もちょっと厳しいか、このメンツが揃えばですね、一応左に知念、海輝、エレキ、柿田って書いていますが、この選手たちがまあ右に来る可能性もありますし、まあ、鈴木馬が左に、回る可能性もあって、このね2トップの並びというか左右どっちをやるかとかっていうのはあんまり意識は僕は、して並べていないんで、どうなるか分かりませんがね。で2トップの右の方はだから鈴木馬、土井翔馬、染野選手というところでね、まあ、この辺に関してどういう風な本当配置になるか分かりません。まあ、鈴木馬が、左をやる可能性もゼロではないとか、ね、そこは分かりません。
ませんが、しかしまあフォワードのとこは結構メンバー揃ったというか多いな。本当にこれどうするんだ。まあ2トップシステムやっていくんであれば5人いればいいのかな。まあ4人5人いればセンターフォワードの枚数としては足りる感じがしますんで、まあ誰かね今後移籍するかどうか、例えばエレケ選手ね、これヨーロッパの市場開いてますんで、ね、まあヨーロッパの市場が開いたということはもしかしたらまあエレケ選手もどっかしらから声がかかる可能性もゼロではないとかね、知能あるかもしれませんし、まあキャンプをやってそこでまあどういうふうな判断が下されるか分かりませんが、ちょっと前線は多いですよね。まあ2トップにやるにしても、まあ、4-3-3 やるにしても分かりませんが、しかしちょっとメンツ的には多い感じがしますんで、この辺ちょっと夏場にどう動くか、かもしくは3月まで移籍市場開いているんで、まだちょっとウィンドウ空いてる期間は何かしら、まあ、入れ替えがあっても、入れ替えというか多分加入はもうないと思うんですよね。よっぽどのことがない限りはね、アウトはちょっとあるかもしれません。やっぱこんだけね素晴らしい選手が揃っています。まあ、前線だけじゃなくてサイドハーフのとこもそうですけどもね、まあ、誰かしらからレンタルとかのオファーがあって、ね、3月の移籍市場が閉まる前までに誰か移籍する可能性も、ゼロではないのか時間に関しておりますけど、さ、今後の鹿島の動き、いやしかし本当はねさっきも言ったけども素晴らしい評価、ね、僕はしております。このまあ移籍の、まあ、市場の動きに関して本当素晴らしい評価をしてるわけなんで、本当材料揃ったと思います。まあ、選手材料は、揃ったんで、あとはまあ岩政監督ですね、まあ、ちょっとね手腕に疑問の声があるというのもまあ現在あるっちゃあるんですけれどもね、その、岩政監督がどういうふうにまあ調理を、するかどうか、そしてキャンプでどういう風に見定めて、まずフォーメーションのところですよね。本当、鹿島に関してはシーズン終盤いろんなね、フォーメーション使い分けて 4-4-2 システム、まあ、4バックがベースでありますがね、4バックが、ベースでありますが、しかしまあそんな中で、まあね、4-3-3 とか、4-5-1-4-4 とか、まあ、いろんな形を試したわけでございますね。まあ、注目してみていこうと思ってますけどもね。はい、とりあえずやりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さよなら。